アンメルツは小林製薬が製造販売する肩こり及び筋肉痛を効能とする外用消炎鎮痛剤及び同製品を中心としたブランド名である。それまでの肩こり用の医薬品は貼り薬が主流であったが、ある男性社員が肩に貼り薬を貼ったままデートに出かけたために服の上から貼り薬が透けて見えてしまい、相手の女性から年寄り臭い、 格好悪いと振られてしまったことがきっかけとなり、見えない肩こり薬というコンセプトをもとに開発に着手。1966年に液体タイプのアンベルツを発売した。添付の筆で塗るタイプの従来の液材と異なり、便乗部のラバーキャップから直接塗布できる容器形状とした。当初は特約店の専売品であったが翌年から全国発売し、 店頭キャンペーンやテレビ CM などの効果もあり、ヒット商品となる。1974年には、塗布部を横向きにして塗りやすさを改善したアンメルツ横横を発売した。その後も、フェルビナクを配合した製品など多くの種類が発売されている。2012年3月にアンメルツゴールド EX グリグリが発売された際、主要製品もパッケージデザインを変更。 統一し、アンメルツのロゴも現在の車体に変更となった。インドメタシンを主成分とする派生商品として、アンメルシンがある。かつては、サポーター、足冷却用シートやスプレー、温熱用具、エリア限定で内服薬も発売されていた。現在のアンメルツが発売される以前、小林製薬は別の薬効成分からなる、外用消炎鎮痛剤、アンメルツを販売していた。 これは、もともと、神戸製、剣道医局が製造していた薬で、強力なる、土殺剤アンマドィンズメというキャッチコピーを添えた、広告が1926年に掲載された記録が、残っている。小林製薬は、神戸製、剣道医局から旧、アンメルツの権利を譲り受けて販売した時期があるが、現在のアンメルツに対して、なぜ既存商品の名前を付けたのか 理由は明らかになっていない。2016年9月に、グループ会社のキリバイ科学が、同社のブランドである、血流改善とコラボレーションした、一般医療機器の温熱シート、血流改善、アンメルツ温熱を発売した。ミニサイズの、血流改善、アンメルツ温熱ミニホットン、ワイドサイズの、血流改善、アンメルツ温熱ワイドホットンの2種類があり、パッケージは、 小林製薬が発売するアンメルツシリーズとブランドロゴを統一しており、正面左下にはアンメルツは小林製薬の登録商標ですの記述がある。2021年6月には発売55周年を記念し、同じく55周年を迎えるウルトラマンとコラボレーションしたアンメルツゴールド EX ロングとアンメルツゴールド EX ネオロングを数量限定で発売。 外箱にウルトラマンが描かれているほか、ウルトラマン、ウルトラセブン、ウルトラマンタロウ、ウルトラマンティガが描かれたオリジナルキャップが一個同梱する。ありがとうございます。